こんんにちはキンちはゃ BBH と申します今回は「コスピ2050割れでウォン安が加速1850までウォン暴落継続かそれまでにキャピタルフライトしたら韓国無事死亡?」といった内容で情報発信をしていきたいと思います。 個人的な願いを込めてですねキャピタルフライとしたら韓国無事死亡ということで、えー、まあ次の、ねえー、ポイントについて解説をしていきたいと思います、えー、今回ですね、えー、とまあコスピーにつきましては2050を、ね、割ってきたんですけども、まあ、2050を、ね、割った意味について、ね、話していきたいと思います一応、ね、ここに判例が出ているんですが実はです、ねえー、まあこの2050という、ね、ポイントにつきましては火曜日までですね昨日まではここが、ね、サポートだったんですよね。 えところがあ今回、ですね、えー、この2050という、ねえー、ポイントを割ってきたためにです、ねえー、水曜日、ここが、ねえーまあ、レジスタンスに変化した可能性が出てきたというところです。ね。 今現時点でですね、チャートの状況を見る限りはおそらくです、ね、2000から2020付近まではね、下落してくるのかなという、ね、イメージを持っておりますそこからですね、おそらく、おそらくなんですが戻りが発生すると思うんですよねで戻りが発生した場合ですね、えーまあ、2050付近まで戻ってくることが予想されます、まあ、重要な時期についてはですね、おそらく今週の金曜日ですよね。金曜日は何が起こるかと言いますと週足の、ね、終わり値が、ね、確定するんですよね まあ買い方のねリミットとしては、まあ週足の終値が確定する金曜日のねザラバ終了なんですよね。そこまでに2050よりもね上にね、えー、このコスピーを持っていかないと大きくね下落する可能性が出てくるという状況であります。えー、つまりですね、えー、どういうことかと言いますと、まあ、次のね戻りで2050をね終値で,で超えられなければ市場に2050がですねレジスタンスとして意識されますよというね、えー、ことなんですよね。 え、しかもですねえこのレジスタンス前にもね前の動画でも話したんですがかなりね強力なレジスタンスなんですよね突き足を見ていきましょう えー、この突、ね、き、えー、足の状況を見ていただいても分かりますように、まあね、赤丸がレジスタンスとして機能した部分ですね、えー、青い丸がサポートとして機能した部分なんですが圧倒的にです、ねえー、レジスタンスとして機能をしているのがわ、ね、かるかと思います。えーまあねえー、こののいいうのは、ね、かななり、ねえー、多い数字なんですよね。なので 1>, えと1回、ね、例えば割ってしまったらです、ね、2050という部分を超えるのにです、ね、相当な期間を、ね、要するんですよね。えーまあ、過去を見ていきますとこの2050という、ね、数字を超えるまでに、ねまあ、数年はかかるということで、えー、結構、ねえー、この割った意味は、ね、大きくなってしまうんですよね。もしです、ねえー、2050が、まあ、市場にです、ね、レジスタンスとして意識された場合どうなるかといいますと。 まあこれね、えー、1850まま18から1900ぐらいまでだと思うんですが、まあ、そこまでま、ねえー、っしぐらに落ちていくことが予想されます。なので、まあ、金曜日についてはですね、かなりの買い方,あ、ねえー、買い方の抵抗がね予想されるんですよね。 こういうい場合ですね、どうやって、ね、売りで入ったらいいのかと言いますと私、もともと実はね、売り方なんですが、まああのね、買い方同士のですね、馬場抜きを、ね、見物するつもりで待ちますね、チャンスを。で、えー、と2050がレジスタンスとして意識されましたよというですね、手札が全部馬場の状態でですね、買い方にですね、馬場を引かせるというね、やり方をすると思います。 え続いてです、ね、えー、短期の、えー、ドルオンの、ね、チャートを見ていきたいと思います。今、ね、えー、ご覧のチャートはです、ね、ドルオンのです、ね、1時間市チャートになるんですよね。で今ね、えー、まあ見る限りは残念ながらです、ねえー、エリオットアドについては第5波に到達をしておりまして、えー、残念ながらです、ね、上昇予るかほとんどないのかなというところですね。ねなのでこれから、ね、ABC 波の、ね、調整波が、ね、になっていくと思うので若干、ね、えー、まあこれからは調整局面になるのかなというところであります。 今ね、画面上に出ておりますこの数字につきましてはですね、一応、搭載トで無料でですね、配布をしております EA に、ね、搭載をされておるんですよね。まあ、その精度、正確性につきましてはあのーまあ、過去のね、私の動画を見ていただくとですね、一目瞭然でわかると思うんですがこれまでのね、ドルォンの値動きね、ほぼね、ドンピシャで適正をしております。 えもちろんですね、ドルオンでも、ドル円でも、ポンド円でも、ポンドドルでもですね、かなり正確な目標レートをですね、表示することができますので、興味のある方はですね、概要説明欄の方に見ていただければなというふうに思います。動画については以上になります。もしよろしかったらですね、チャンネル登録をお願いいたします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。